そうとしました。なんでタクシーの運転手まですり替わってんのよ。トイレよ。まさかついてくるなんて言わないわよね。この罠を仕掛けたやつ絶対変態よね。女をロープで縛ることに喜びを感じてるんでしょ。それを世間じゃ変態って言うのよ。あんたもその仲間よね。まだ高校生のくせに随分アブノーマルだ。院長、ちょっと待ってくれるかしら。ちょっと急ぎの用事はないということよね。そうね。でもクラス委員に呼び出しがかかっているの。まさかサボったりはしないでしょ。最初に謝っておくわ。クラス委員の呼び出しというのは嘘よ。ごめんなさい。悪く思わないで。そうでもしないと委員長に逃げられてしまうもの。ゆうべは結局携帯の電源を切ったままだったわよね。それで、あなたとミサオはどういう関係なの？委員長、私、できるだけあなた自身の意思で話してほしいのよ。脅迫のような真似はしたくないの。無理ね。今回の件に関しては、あなたを信じる要素が全くないもの。じゃあ聞くわ。彼女の実家はどこ？ご両親のお名前は？お二人が営んでらっしゃるという喫茶店の店名は？抱えている借金の総額は？二人の出会いはいつどこで？さすがね、委員長。この程度のツッコミでボロを出すとは思っていなかったけれど。座って。昼休みはまだこれからよ。じっくり話し合いましょう。